はい、どうも、としぼりチャンネルです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、今回はこちらでございます。はい、偽物の霊能者の見分け方。はい、前回になっちゃいますけども、うん、本物の霊能者の共通点みたいなことをですね、僕の経験からいくつか紹介させていただいた回がありました。面白かった。結構評判も良くですね、うん、まあいろんな方の目線で見ても、うん、参考になる部分があったりとか、はい、いや、うちはこういうふうにここが、うん、大事だって見てますみたいなのもあったりとかで、うん、結構ね、参考になるかなという動画になったんですけれども、うん、お仕事であったトップ芸人さんがあれを見て面白かったよって言ってましたよ。あ、本当ですか。そうそう、ありがたいですね。お伝えしておきますとお伝えしておきました。いやいや、ここでやんなくてもいいけどね、別に。はいはいはい。で、まあ、それのちょっと続編じゃないんですけれども、うん、前回はだから僕が実際にあった本物らしき人の共通点っていう括りで、お話ししたんですけども、はい、じゃあ逆に偽物らしき人たちの共通点はないのかっていう話なんですね。はい、で、まあ僕なりには結構あるんですよ。うんうん、で、ここを、まあ、気をつけていくといいんじゃないかっていう点もあったりとかするんで、うん、まあその前回のとちょっと一緒にね、見ていただくとより分かりやすいかなと思うんですけれども、ね、うん、まずだから偽物もしくは偽物とおぼしき人の、うん、まあ、共通点をちょっと紹介していきますけども、はい、実際にその、うん、まあ、僕100人近くね、いろんな人に会ってると。で、霊能力超能力ってのは、まあ、これはちょっと今一緒くたにしてる感じなんで、うんうん、まあ、いろいろ種類が本当は違うんで、うん、一概には言えないっていうのがまず前提にあります。はい、で、僕の中で、うん、占いはまたちょっと違う。占いは違うと思います。占いは別個なので、またそれもちょっと、うん、ややこしいかもしれないですけど、別として考えていただいて、まあ、あれはね、霊視とか霊能力系ですね、うん、お祓いとか、あとはまあその予知能力とか、まあ、そういった系がまあメインかなっていう話になってくるんですけども、うん、まずね、僕個人的に一個、うん、本物グループに入れられないっていう理由の人がまずいるんですよ。何ですか。それは何かっていうと、確かめようのないことしか言わない人なんですね。うん、で、これは結構実は多くて、はい、スピリチュアル系は結構この話が多いんですよ。うん、つまりその守護霊は何とかですとか、うん、あなたの霊が何かついてるとか、うん、オーラがどうとかっていうのって、はい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 、僕自身がそれをまあ見極める確認ができないものなんですよね。前世もそれに入りますよね。そうそう、前世もそうだね。うん、だから基本的にそういう確認が取れない、で、確認の取りようがないものばかり言われるものに関して言うと、僕はどっちにしても本物とは認定できないんですよ。うん、ただこれ例外があって、例えばその守護霊が僕しか知らないような情報をその守護霊を通してその人が知っていたりとか、分かったっていうような条件があれば、それは、僕の中で本物と認定できる、うんうん、っていう感じになってくるんですよね。うん、確認が取れればですよね。そうそう、自分がね。だからその確認を取るっていう作業がそこでできるかどうかっていうのは僕の中では超重要なんですよ。うんうん、なんでこっちでは確認しようのないことしか言わない人、はい、これはちょっと僕は結構怪しいと思ってますね。うん、で、もう一つ、これちょっと類するパターンなんですけど、うん、こっちにかなり委ねてくる人なんですよ。あ、はいはい、ほら、あったかくなってきたでしょとか、うん、わかります？わかりますよ。よく言いますね。もっと集中してもらわないとダメですとか、うん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 、ね、あなたにも今後ろに気配感じますよねみたいな。僕がすごい気づいたのは、うん、あなた勘が悪いわねっていうのはかなり傷つきました。ざっくりね。そう。うん、つまりこれ要は相手に委ねてるんですよ。うん、その線引きを。そうですね。これね、僕の中ではすごい明確に偽物本物の違いで出るんですよ。っていうのは、本物っぽい人、本物らしき人は、うん、こっちがそんなの言うまでもなく分かるんですよ。うん、もう圧倒的に違うことをされてるって分かるんですよね。うん、あったかくなってますよね、うん、とか、うん。で、その聞かれて、ん？って考えなきゃいけないレベルは、もうなってないんですよ、うんうん。ちょっと気使ってるんですよ、だから相手に。で、これ催眠術とかにも言えるんですけど、ね、なんとかになりましたよね、でどうしよっかなって思ってる時点でもうダメです、それは、うん、もうその能力としては多分低い能力あったとしても、うん、圧
倒的にわかるんで、そこがもうまず違いなんで、委ねた時に答えをちょっと言い淀むとか、うんうん、ちょっと気使って相手の機嫌悪くしなきゃとかって思ってる時点でもうそれは違うと思っていいと思いますね、うん、だからそこはまあ、 優しい人ほど多分ねこれ困ると思うんですよ、まあねうん、聞かれちゃった時に、ね、相手に合わせて言わなきゃいけないっていうふうに思っちゃうから、うん、なんですけど、それをやってたらお金を払う意味がないというか、うんうん、一応それはプロとしてやってるわけですから、うん、お金取ってる人はね、なんでそこはちゃんとできてないんだったらできてないって言うべきなんですよ、うんですね、なんですけどやっぱ言えない人が多くてふわふわっとなっちゃうんですけど、うん、端的に言いますよね、まるまるです、うん、もうね本当そう、そうなんですよ、うん、で、もうじゃあもうその流れでもう一個、はい、お願いします、言っちゃいますけど、うん、本物らしき人仕事が超早いんですよ、むちゃくちゃ早い、もうね、うん、あっという間なんですよ、10分20分で終わるよね、うん、うん、そうそう、はい、だから仕事が遅くて、カウンセリングにものすごい時間を使うっていうような人は占い師ならありなんですよ、うん、いろんな情報があった方がいい占いにできるっていうのが多分あると思うんで、それはいいんですけど、霊視的なものとかその守護霊がどうとかっていうのであれば、そこと交流する時間とかあるかもしれないですけど、うんうん、ここと交流する必要ってほぼないんですよ、うん、もう端的にあなたはこうですこうでしょっていうのがもう分かってるんですよ、会ってからすぐですからね、その時間たるや、うん、だから僕らのことをプロファイリングするみたいなコールドリーディングとかね、はい、そういうのとは全く違う感じですね、うん、あっという間になんか見透かされる感じっていうのが、うん、もう圧倒的に違いますね、うん、でこれはヒーリング系とかもそうで、うん、いろんなねここの部位がどうでとか、うん、ここの箇所がどうでとかっていうのをいちいち聞かないんですよ、もうざっくりこうなんか聞かれて答えたら、うん、はい分かって、じゃあそこベッド行って、うんうん、みたいな感じでもうすぐ始めちゃうんですよ、だここのなんか、うん、言い訳じゃないけど、うん、なんかいろいろやる前に孫ついてる感じとかっていうのは本物っぽくないなって思っちゃうんですよね、うんうん、なんか準備に時間かかるのはいいんですよ、うん、スタートからむちゃくちゃトロトロやっぽんなっていう人はね、そうそう、だからその人の情報を引き出そうとするとか、うんそうですね、なんか余計なこといろいろ聞いてくんなっていうのはちょっと違うなって僕の体験上は思います、うん、すごいわかります、もう早い、とにかく早いのよ、今日あなたが言ったことって僕が話した情報しかないですけどって言いますもんねそう、うん、自分がな今なんか探られてるなとかそういう思いになってる時点でもうちょっと違うんですよ、はいうんうん、僕大体疑う人なんで、まあね、そうなるやつなんですけど、うん、それをやる間もないんですよ、うん、もういいんすかいいんすかみたいなので始まってあっという間に終わるみたいな感じなんですよね、うん、座ってさすって、そうそう、終わり、はい次っていうのが結構、はあ、ここがもう明確に違いますね、うん、僕が経験してる感じで言うと、で次料金、ここ、うん、大事、前回言ったんですよ、うん、で値段では本物かどうかは分からないって話を結構したんですけど、言ってました、あのね値段の料金の形態がおかしいのは怪しいと思った方がいいんですよ、うん、っていうのは追加料金がやたらと発生するパターンなんですよ、うんうんうん、最初にカウンセリング霊視のカウンセリングみたいなのが入って、でそこでお金が発生します、うん、で除霊するならプラスで何万円あります、でその除霊した後にその身を守るためにこれを持ってなきゃもういくらかかりますっていう何段階かにしてるようなシステムっていうのは僕の経験してる中では本物っぽい人は一人もやってないんですよね、うん、っていうのはもう最初に一括してこの値段がかかりますって終わりなんですよ、はい、その小出しにしてこないというか、でもうその小出しになってる時点で相手って不安になってるんですよ、その霊視して何かがあったから除霊するわけじゃないですか、うんまあね、でもその流れに乗ったら絶対そのセットかかるんですよ、うん、普通に考えて最初にどうしたって、だからぼったくりと一緒ってことよね、そう、うん、だってあなためちゃくちゃ悪いのついてますけど、うん、じゃあ除霊しますかって聞かれてするでしょ、それは来てりゃっていう話なんで、うん、でそれを言わずに最初に霊視鑑定はこれぐらいかかります、うん、で次にこの除霊だとこれぐらいかかりますっていうのをいちいちこうその都度言ってくるっていうのはもう明らかに意図的に引っ張ってお金を取ろうとしてるっていう可能性が高い、だから僕個人的にはこのシステムを出された時点で、あもう違うなって思って、うん、いいですって言っちゃう感じなんですけど、でこれは料金形態、うん、ちょっと複雑化してるっていう人はちょっと
と危ないって思います、ね。まあ、高い低いとか関係なく後からどんどん積み重ねていくのはちょっとダメだなという、複雑化してるのがもうダメ、うん、そうですね、みんなねシンプル、うん、もういくら俺いくらとかこれならいくら、うん、とかもうすごいシンプルなんですよ、うんうん、でもう大体そのお金のなんかねやり取りも結構雑で、うん、確かにね、あのもう俺ねやってたので言うと、うん、あのそこに封筒みたいのあるからそこに入れといてっつって前の人のお金入ってるようなところに入れさせたりとか、うん、あとさお賽銭箱ない、あお賽銭箱みたいのもあるね、なんか、うん、この人すごいなと思う人なんかごっついお賽銭箱があって、うんうん、3000円までって書いてあって、うんうん、そこに3000円それはちょっと寄付スタイルに近いですよね、そうそうそうっていうのは、うん、なんかそういう人は神社で力を得た人はなんかお賽銭が多いわ、うんうん、あーなるほど ね、うん、なんかねそのくくりあるかもな、3000円まで、うんうん、で以上じゃないですよね、うん、までにしてんですよねなるほどね、以上はいらないよやめてっていう、いらないよっていうのはあったりとかしますね、うん、そう、うん、だから結構やっぱりシンプルなんですようん、うん、で後々ごちゃごちゃそのお金があるないっていうので揉めることがほぼないんです、うん、もうだって最初に言ってるから、うん、いくらっていうの、ね、うん、でこれが払えないんだったらもうダメだし、うん、払えるんだったらやるし、うん、でだけなんですよ、で大体1回で終わることが多いんだけど、うん、僕の経験上ね、あ、言ってるところね、あのただまあ症状とかによっては何回もやっぱ通わなきゃいけないとかがあるから、うん、でそれはもうその事前にやっぱり言うんですよね、あの君はもう多分1回じゃ治んないから何回かかる、はい、大体これくらいかかるよっていうのを言って、まあ、でその都度お金がかかるのかかかんないのかわかんないけど、うん、まあ、そういうあのシステムをちゃんと簡単に説明できるものっていうのがまあ大事かなと思いますね、はい、でこれ本当にね、あの結構有名霊能者みたいな人もね、うん、このシステム使ってる人が、まあ、何人かいるんですよね、うん、僕はやっぱりその人はちょっと怪しいなと思ってますね、うん、俺あの裁判、うん、最初とかね、まあ、まあまあ誰とは言わないけど、だって言わないけどね、うん、でも結構問題になってますよねそういう人はね、うん、そうですね、うんまあ皆さん調べてみれば分かるレベルだと思うんで、この辺はね、そう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 、うん、いろんな人はね、そうなんでちょっとそこの料理金形態っていうのは、うん、僕は値段はだからあの、うん、判断の材料にはならないとは言ったんですけど、はい、お金の取り方が変なのは気をつけた方がいいよっていう話ですね、はい、まあそりゃそうだわ、うん、でもう一つこれね、あの、うん、偽物の見抜き方ではないんですけど、うん、僕個人的にやっていることがあって、うん、本物か偽物か見分けるうちおーおー、いいじゃないですか、知りたい。一つが、うん、セカンドオピニオンを使うっていうパターンね、うん、私は無理だから次の人とかっていうのが自分で選ぶことね、うん、とか、うん、あのまあ、要は お医者さんでもさ、うんうん、まあね、その分かんないじゃん、整体とかもそうなんだけどさ、本当に良くなってるのかってちょっと分かんない部分あるじゃん、うんうんうん、その日だとで肩軽くなったなとかっていうのも分かるのもあるけど、うん、いやなんかあんま変わってねえなっていうのもあったりするじゃないですか、うん、だからそういう時は別のところに行って、うん、でそこでやっと比較ができるようになるんですよ ね、うんうん、まあ、ねそのどっちが良かったかっていうのが、うん、だからあの同じような形態をやっているところを見つけてもう一個行ってみると、うん、どこがどう違うのかって比較で分かってくるんですね、うん、だからこれは結構俺の中では、まあ、俺はそれを何個も何個もやってるから浮かび上がってきてるってだけなんだけど、まあ一般的にも1個か2個は言っていいんじゃないかなと思うんですよ、うん、で1人の方が言ってるのともう1人の方が言ってるのが全然違ったら、うん、ちょっとやっぱりんってなるじゃないですか。でも言いますよ、 その人は全然前世ですわ、ね、私は前世ですわみたいなね、そうそう、うん、だからそれをそのすり合わせりゃいいんですよ、うん、で一回行って前世がこうって言われて、うん、こっち行ったら違うの言われた、うん、でこっちの人にそれを言ったらじゃあ、うん、あっちは違う方を見てるんじゃないですか、うん、みたいな、そのもう一回こっちに行ってそれを言えば、うん、どうなのっていうことになってくるじゃないですか、うん、まあまあね、すり合わせていくうちにどんどんその、うん、でも分かってくる。その使い方知られたらさ、うん、もう鼻から疑ってるいやだからそうなんだけど、うん、ほんまにそれは言わないけどね、まあまあね、いちいちは言わないけど、うん、まあその一個だけにその、うん、盲信するような形になっちゃうと、うん、もう判断がやっぱりつかない、うんうん、ですよ。でこれに関してはあの他のことでもそうなんだけど、はいはい、まあ、1個のことだけでちょっと判断するのは難しいよっていうことですね、うん、で、もう一つ、うん、これはね特にさっき最初に言ったあの確認しようがない、うん、ものを聞くときに使えることなんですけど、はい、本当に誰にも言ってない秘密を1個持っとくんですよ、うんうん、絶対家族でも知らないっていう最後のもんだ、うん、じゃあもうね絶対に誰も知らないっていうものを持っといて、うん、でそれを当てられたら本物って言えると思うんですよね、うんうん、ただどっかから情報が
漏れてないとは限らないんですよ、うん、っていうかその、まあ、悪い例で言うとリサーチつってその人のことを調べるときにその人の身の回りの人まで手を広げるみたいなこともできるんですよね。だから近しい人に話してることを当てられても僕の中ではあんまり役に立たないと思ってるんですよ、うん、情報としても出ちゃってるから。そうね。だから自分しか知らないことっていうのも必ずそのいくつか用意してて、うん、それをまあ当てる当てないっていうのでもう一個、うん、持っとくんだ、まあ、相手はね。その携帯電話のナンバーしてた時にワンちゃんの名前みたいなもんと一緒で、うん、もうだから一番最後にほんまに、そうそう、うん、もう Q&A これ当てられたらもう本物やわっていうの持っとくってことよね。だからどっかに疑念が生まれちゃうんですよ、うん、その周りの人に言ってたら、まあね、はいはい、いくら近しくても、うん、だから、まあ、そうそう、うん、っていうことを考えるとやっぱり一人で絶対に持ってるものを一個持っとくっていうのが一つ、はい、どういうの？そういうの絶対あるけど、おっと絶対にはないけどでもう一個使えそうなのが、うん、自分が本物っぽいと思う人に見抜き方を教えてもらうっていうことをやるんですよ。どういうこと？見抜き方を教えてもらうっていうの、僕の中で信用できるなっていう、例えば霊能者みたいな人とか、はい、まあ、ヒーラーみたいな人がいたとして、うん、その人に本物と偽物の違いみたいなのってあるんですかっていうのを毎回聞くようにしてるんですよ、はいはい、うん、でそうすると結構その人ごとで違うスタイルで持ってたりするんですよ、うんうん、で結構それがあんまり聞いたことない世の中では聞かないようなことだったりとかするんですよ、うん、あ、なんか言ってたな前、めちゃくちゃなこと言ってた。で、うん、それがいくつか積み重なってると、うん、自分の中で本物とおぼしき人が持ってるものがちょっと重なるものとかもあるんですよ、うん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 、でそれを持ってその判断がつかない人に聞いてみて判断材料に使うとかはできるわけですよね、うんうん、だから自分の中で信用できるっていう人の、判断の仕方をちゃんと伝授してもらうっていうのは一個手としてありかなと思ってますね。結構そのクロートの見方よねそれってね。まあその何個か言ってなきゃできないんだけどね、うん、そうそう、これに関してね。あと僕一個言いたいのが、うん、あのテレビとか出てる人はみんな偽物だみたいな、うんうん、いやそんなことないんですよ、僕から言わせると、うんうん、テレビ出ててもマジの人っているんですよ。いや、うんうん、でも偽物もむちゃくちゃ多い、うんうん、当然、まあ、そうね、多い、ほんまに多いです。僕もむちゃくちゃな目に遭ったこともあるし、まあまあ、そうね、都合があるからね、テレビの都合があるから、うん、ただテレビの言うことを聞きながらも、うん、ほんまにすごい人はいるんですよ、うん、中には、うんうん、実際僕の目の前で誰にも言ってないことをみんな当てていく人っていたんですよ、うんうん、なんで、そんな当てられんの、そうそうそう、ね、でみんな当てていくんですよ、調べようない、タレントじゃなくて、そう、スタッフさんを全員当てていくんですよ、ね、うん、お子さんが生まれて、うん、あ、女の子ですか、で、あの、あーから始まる方の名前つけた方がいいですよ、うん、あなた考えてますよね、あ、そうです、うん、みたいな、もう全部当てていくんですよ、ぴったし、うん、だから、その人は僕テレビ出てる人なんですよね、もちろん、うんうん、偽物じゃないし、その人はマジ当てていってる、うん、僕の目の前で当てていってるんで、うんうん、実績があるってことね。そうそうそう、だからあの人はすごいなと思うんで、テレビ出てるから嘘っていうのは俺はちょっと暴論かな、だから、うん、むちゃくちゃ多いけど、うん、まあ、うん、まあなんとも言えないけどね、うん、その、うん、割合によってっていう部分があるからな、すごいよくあるパターンで言うと、昔はちゃんとしてたけど、あ、そうそう、出始めておかしくなっちゃうっていうパターンもあるっていう話ですから。あ、平気でマジで探偵事務所雇うのもやめにしないだからそのね、そういうのもあるじゃないですか、マジでいる。だからそれがきっかけで変わっちゃって、ね、今は違うかもっていう人もいたりするっていう話だから、いるいる、うん、そこら辺はね何とも言えないんですけど、うん、まあ俺の見た感じだと確率的には相当低いかなと思いますね、うん、テレビ出てる系で言うと、うん、僕も何十人も会いましたけど、テレビ出てるね、うん、人で会いましたけど、やっぱり一人だけやったしね、すんごい、うん、えっていう人は、そうね、うん、まあまあそうか、分かんないですけどね、僕もだから判断つかない人が多いんで、うん、なんと思うんですけど、そうそう、まあ、今、ね、話したような、うん、部分が偽物っぽい人、うん、まあ、要はちょっと騙しに来てる人っていうところで言うと、そこら辺をちゃんと見ると、うん、あのひどい騙され方しないかなっていう感じかな、うんうん、であと、まあ、自分の中で信じられる指標みたいなものを作っとかないと、うん、結局本物に当たった時も信じられないんですよ、まあね、うん、難しいから、うん、だからそこで自分なりのなんかあの筋通ったものを持っとけば、うん、まあ、判断できるんじゃないかなというお話でございます、うん、はいはい、ということで、ね、皆さんもなんかあの偽物とか本物の見分け方みたいな自分なりにあるっていう方もいるっぽかったので、なんかよろしければコメント欄に書いていただければと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ということで我々サブチャンネルとしみなティーチャンネルやっております。こちら、ぜひ登録お願いします。はい、お願いします。さらにニコニコチャンネル秘密都市ボーイズの秘密クラブ、やっております。こちら会員制です。ぜひこちらもお願いします。はい、お願いします。我々1億人突破目指しておりますけれども、もうさ、うん、年表みたいにしたいよね。年表なんか 本みたいにして、うん、本物と偽物のリストをさ、いやいや分けちゃいたいよね。超怖いタレントメーカーみたいなことでしょ。そうそう、いやいや無理ですよそんなのは。その一般にはルフしないよ、うん、ああそれならいいけどね。だからその自分らが持ってるリストでしょ。 そうそう、それぐらいでいいですけど、うん、一般的にルフしたらなんかちょっと大変そうだけど、多分どえらい裁判いろいろ抱えることになると思う、うん、月半分裁判になるよ。ちょっとね、そうね、うん、書籍化はできないです。それは無理無理、絶対無理ですよ。作りたいなと思いますんで、うん、できたらね、イベントなんかでちょっとチラ見せはするかもしれないんですけど、いいですね、はい、ということで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。